ですが、少子高齢化に伴って激減する、労働力人口の穴埋め策として、移民の大量受け入れの本格的な検討に入った。内閣府は、毎年、20万人を受け入れることで、合計特殊出生率が、人口を維持できる、2.07 に回復すれば、今後100年間は、人口の大幅減を避けられる、と試算している。経済財政諮問会議の、専門調査会を中心に、議論を進め、年内に報告書をまとめる方針。ただ、大量受け入れには、単純労働者を認めることが不可欠で、反対論も強まりそうだ。現在、外国人労働者は、高度人材などに制限されており、日本国籍を付与する移民の、大量受け入れとなれば、国策の大転換となる。日本で働く、外国人の届け出数、昨年10月末は、72万人弱で、前年より約3万5千人増えた。20万人は、その6倍近い数だ。政府が、移民の大量受け入れの検討に乗り出したのは、勤労世代の減少による、経済や社会への影響が、現実になり始めたため、成長戦略では、女性や高齢者の活用を打ち出す一方で、移民も、有力な選択肢として、位置づけることにした。試算では、2012年に8973万人だった、20から74歳人口が、現状のままであれば、2110年に、2578万人に減る。しかし、移民を入れた場合は、7227万人になるとしている。だが、移民政策には、雇用への影響や文化摩擦、治安悪化への懸念が強い。しかも、現在は外国人労働者は、高度な専門性や、技術を持つ人材などに限定しているが、毎年20万人を受け入れることになれば、高度人材だけでは難しい。単純労働に、門戸を開く必要が出てくる。政府は移民議論と並行して、外国人労働者の受け入れ拡大を先行させる考え、東日本大震災の復興や、東京五輪に向けて、建設業を中心に、人手不足が拡大していることから、最長3年となっている、技能実習制度の受け入れ期間延長や、介護職種を対象に加えることなどを検討している。改革案は、6月にまとめる、新たな成長戦略に反映させる。こうした、専門性や技能が高くない、労働者の期間延長案には、実質的な単純労働解禁で、移民受け入れの布石。自民党議員、との批判が出ている。77、内閣府の中途半端な官僚どもが、机上ででっち上げた、架空の計画、売国プランだ。81、資産持ってる老人が、喜ぶだけだな。グローバリゼーションによる、労働者間の、激烈な価格競争の結果、物価が安くなるんだから。若者を食い物にする、老人の姿が目に浮かぶわ。自分たちは高インフレで給料を上げ、前の世代の資産を目減りさせて、皆殺しにしてきたくせに、自分たちが老人になったら、インフレは嫌だデフレがいいなどと、抜かす。この国はもう、老人の老人による、老人のための国だな。88、中国人ばっかになるんだろ？耐えられんわ。95、その移民の、社会保障と治安の、金銭的負担は、誰がすんねん。99、移民はどの地域でも失敗しているから、やめろ、失業しやすいし、スラム街もできやすい、福利厚生や年金問題も、起きやすい、企業は一時的に、格安の人材を使えてボロ儲けできるかもしれないが、それは、すべての費用を負担しないからだ、移民を支える金は自治体から出る、つまり税金だ、国民の金を、企業に付け替える政策でしかない、106、中国、韓国の単純労働者が移民として入ってくると社会問題が大きくなってくる。治安の良い日本には特に韓国労働者は避けてほしい。日本の社会が破壊してしまう。ヨーロッパをよく見て考えてほしい。日本の良き伝統と文化を壊さないために。110、移民なんて治安が悪くなるし、いいことなんか何もない。日本で働く以上、日本人と同じ待遇を求めてくるのは、目に見えてるし、安く使おうとしてるなら、的外れな政策だ。121、日本人の出生率上げる政策を、きっちりやればいいだけなのに、
移民なんて、愚策中の愚策。129、一人来たら家族、しまいには、親戚一同来るぞ。恐ろしいことになるぞ。135、少子化対策よりも、移民受け入れが優先かよ。安倍政権がブレ始めて、おかしくなってきとるぞ。136、アホみたいな地方インフラ整備やめて、6000万人の、国家づくり目指せよ。149、安倍さんは、経済政策が左なところがほんと、残念だわ。まあ、自民は経済に関しては、もともとそんな感じだよな。でも他に、もっとまともな政党がないのもきつい。152、ちなみに、少子高齢化速度、世界一の韓国は、すでに移民に頼ってる。毎年、数万人の外国人を、移民させてる。161、優秀な人材を、海外が手放すわけもなく、来るのは、中国韓国人の高齢者、犯罪者、無能無職、老人介護は、この手がやるわけだろ。172、どうしても移民やりたいのなら、隣接する国からの移民は、禁止するべき。自国民の保護を口実に、責められる恐れがある。178、毎年の帰化数が、約1万人。ほとんど中間人だけど、20万人ってのは、ほぼありえない数字だし、絶対やらない。190、慰安婦とか、竹島尖閣、北方四島の問題よりも、これが一番大きい話だな。200、比較的、偏差値の低い大学の、学生の就職が氷河期とも言われて、仕事に敗れているというのに、どうして仕事のために、移民をさせる必要があるというのか？移民ならば給料が安く済むとでも思っているのだろうか？移民も、日本人並みの給料よこせと言ってきたら、どうするつもりなんだろうか？201、ブラジルへ日本人を追い出し、韓国人や、中国人を移民させた、過去の悪夢みたい。212、犯罪発生率が急上昇で、GDP、微増だね。225、またイラン人と、ブラジル人と、中華の移民が増えるのか？うんざり。